再開をしたいと思います。本日というか、最後の授業でございます。授業番号25、学校、家庭、地域の連携による教育支援活動促進事業について、作業に入ります。授業概要についてご説明をいただきます。10分程度で簡潔にご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。社会教育課長の池下と申します。同じく補佐の福祉、そして、担当班の、山崎、そして原でございます。よろしくお願いいたします。それでは座らせていただきます。では232ページ、学校家庭地域の連携による教育支援活動促進事業費について、ご説明申し上げます。左側の、上から4段目ですけれども、県の総合計画における、本事業費の位置づけでございますけれども、3分類にございますように、学校家庭地域の連携強化、そして地域の教育力の向上のための支援の充実においてございます。目的は学校家庭地域が連携して地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えるために、地域住民の参画による地域の実情に応じた教育支援活動を推進し、地域の教育力の向上を図ることに。具体的に申しますと、学校支援地域本部の事業と放課後子ども教室の事業、この2つを含んでおります。経費内訳をご覧ください。恐れ入ります。単位の1000円を落としてしまいましたので1000円でお返しください。内訳といたしましては、2つの事業の市長への助成が95.5% を占めております。この2つの事業は国からの補助が3分の1、県からの補助が3分の1、そして市長が3分の1を負担するという仕組みになっております。したがって国からの補助金と県からの補助金を合わせた額、それがここに記載してございます。234ページをお開きください。ここに国、県、市長の役割をまとめさせていただきました。先ほどお話しいたしましたように、国が3分の1、県が3分の1、市長負担が3分の1の事業でございます。もし県が補助しない場合には、事業採択を国から得ることができない仕組みになっております。それから県の第二の役割といたしまして、推進委員会および研修会の実施があります。推進委員会は実施状況の把握とともに実施後の検証評価を行っております。また地域の核となりますコーディネーターや学習アドバイザー、また安全管理員の研修を行っております。この研修会につきましては、市町別に開くよりも県が一括して開く方が経費削減にもなりますし、また市長の壁を越えた良き情報交換の場となっており、市長や参加者から高い評価を受けております。234ページの下に図がありますけれども、23年度までは2つの事業は別立てでございました。24年度から統合いたしました。これにより、例えばコーディネーターの兼任、ボランティアの連携、活動拠点の共有等が図られるとともに、県といたしましても推進委員会や合同研修会の一本化が図られます。236ページをお開きください。具体的な事業についてご説明申し上げます。まず学校支援の方ですけれども、学校支援地域本部とは、
趣旨のところを読みますが、地域教育協議会、地域コーディネーター、そして学校ボランティアからなる学校支援地域本部を作り、学校家庭地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育む体制を整えることを目的としています。地域住民が学校を支援することで学校教育の充実と地域全体の教育力の向上を期待して進めております。経費の内訳につきましては236ページ下に円グラフがございます。経費の多くについてはコーディネーターの人件費となっております。このコーディネーターは学校とボランティアをつなぐ役になります。普段から公民館や自治体、NPO あるいは地元企業などから人の情報を得るとともに、学校からの支援協力依頼に対し適切な人や団体につなげていく、そんな役割を果たしております。これによってどんな支援活動が実際に行われているかですけれども、右側ページの中ほど棒グラフをご覧ください。学校支援の内容ですが、図書館整備に代表されるような、まず環境整備が一番多く、各教科等の学習支援、学校行事、登下校支援など学校支援活動に参加する意欲のある地域住民が協力して活動をしています。その横に御前崎市の事例がございますけれども、下の方に学習支援という言葉がございます。水泳、ミシン、合唱、調理、外国語と多岐にわたっております。これによりまして学校の体験活動が豊かになるだけでなく、成果の地域の声にありますように、地域でも新たな人のつながり、あるいは生活の活力や生きがいになっているという声もたくさんいただいております。最後に238ページをお開きください。放課後子ども教室です。放課後子ども教室、だいぶさっき話題になっておりましたけれども、地域住民の参画により放課後や週末等に子どもたちに学習や体験活動、交流活動の機会を提供するものです。右側のページ中ほどに掛川市の事例を載せてあります。開催日数85日で平日30日、土曜日、日曜日55日、内容といたしましては森づくり活動、天体観測、自然観察、スポーツ体験等、休日には大学生の参加協力もあるということです。これは大変実施回数の多い事例でございます。実際には年間で20回以下の子ども教室もございます。で、全体のどんな活動をしているかというのが先ほどの掛川市の上に横向きの棒グラフがございますけれども、スポーツ教室、料理教室、工作実験等、圧倒的に体験型が多いのが静岡県の特徴かと思います。先ほど来児童クラブとの関わりが話題になっておりましたけれども、238ページ今更でございますけれども、説明させていただきます。児童クラブが保護者が昼間家にいない家庭のための、生活の場を作る授業であるのに対しまして、子ども教室は地域ボランティア等の総意による子どもたちの体験の場作り、私どもは社会教育活動というふうに受け止めております。それによって対象、職員配置、要件等が異なっております。県で推進委員会を開いておりますが、
先ほどの児童クラブを所管する子ども未来課にも入っていただき、双方の事業の理解と連携を実際には図っているところでございます。学校支援放課後子ども教室、どちらも地域の子どもたちのためにということで地域ボランティアが活躍しています。冒頭のところに成果指標として地域で子どもを育む活動に積極的に参加する人を増やしていくを挙げております。まずはそのための核となる人を育てたいと事業を進めております。以上でございます。はい、ご説明ありがとうございました。ベースとなる基本的な事項についてちょっと私から先にご質問を申し上げますけども、先ほども児童クラブの企業の中で、放課後子どもの話も出てちょっと開催日数が非常に少ないなっていうことでちょっと印象を持ったんですけど、これこちらの事業を拝見しますと、まあ、国庫補助が、メニュー通り出てるということで、確か国庫補助は年間70日とかある一定の開催日数がないと運営費は国庫補助の対象にならないというルールじゃなかった。はい、今現在の交付要項、実施要項にはそのような規定はございません。1日でも開催していれば国庫補助の対象になるということになりますが、我々としては年間として1日ではちょっとあれなので、年間として計画的に出しているところは補助の対象というふうに見なしております。それからもう一点なんですけども、学校支援地域本部と、合同実施というか統合しているということで、コーディネーターさんは兼任されているという、こういうことですよね。兼任も可能ということなんですか。統合しましたのが今年度で、まだ市長の動きには残念ながら結びついておりません。今後両者が合体することによって、コーディネーターが重なり合い、組織として、自立のものになっていくことを期待しております。その効果、期待する効果の一つに、私はこれが合体すれば、放課後子ども教室の開催日数も増やすことができるんじゃないかと思うんですけど、そこの辺は、効果の期待としては間違ってないんでしょうか。実は平成22年度から23年度に、それまでの委託から補助に切り替わったときに、まあ、どの県もそうかもしれませんけれども、一度ガクッと、数が落ちております。市長が、大変経営的に厳しい中で、3分の1の、負担であろうとなかなか出せないというようなお返事をいただいているところも実際にはございます。ただ放課後子ども教室も同じような歴史を経てきております。そしてその成果がだんだんこう伝わるにつれ、それを乗り越えて数が増えております。したがって子ども教室と学校支援が合体することによって同様の効果を今後に、結びつけていきたいなと思います。ありがとうございました。それでは、専門員の皆様からご質問、ご意見等いただきたいと思います。はい、国からの支援がなくなってガクッと減ったのは、おそらく本当の意味での地域支援本部というのがその時にはできてなかったということではないかというふうに推測をします。本当の意味での地域支援本部というのは、本当は学校の教員にとっても、それから同性の子どもにとっても、地域の教育力を上げて地域がサポートをするということなので、これ自身は絶対に進めていかないと、教員だけで学校の経営というのはもう無理な時代だというふうに私は感じています。でそういう意味において、そのきちんとした地域支援本部もこの今やってらっしゃる方の中にはあるのかもしれませんが、全国実は同じ状況にありますけれども、いい取り組みというのは横展開しないというのが、これが教育界の常識でありまして、皆さん自分がやってらっしゃることに過剰なる自信があったり、あるいはよそ様に何かを言われることはあまり好まないという方がいるとか、私はよく事情は分かりませんが、せっかくいい
取り組みをしているのであれば、どういうふうにすればそれを取り入れることができるかということをもっと貪欲に調べるべきだし、教育委員会もそこのところをきちんと指導をすると。校長ですよね。校長にその意識があるかないかで、実はこれがうまくいってるかいってないかというのはすっごく大きいと思います。というのは、リスクをできるだけ取らないで無難に終わりたいという校長であれば、何をそんな地域の中まで入ってって汗をかいて地域の人と連携をしようって思いますかみたいな話になっちゃうんじゃないかと邪推するわけです。一方でやっぱり活躍されている校長さんってみんな地元のお祭りにもちゃんと出たり、いろんな寄り合いがあるったらやっぱりそこにも顔を出したりしながら、地元の人のサポートっていうのが自然に受けられる、あるいは総合学習をやろうと思った時にあの人に頼んで学校来てもらって話してもらうようなってことができるような人材が多いような気がします。でそう見てくると、このところで成果指標のところに、困っている人がいるときは助けるより児童生徒の割合とかっていうのははっきり言ってどうでもいいことであって、この授業もやっぱり成果というか途中目標としてはやっぱり地域で子どもを育む活動に積極的に地域の人がどれだけ参加しているかというところが鍵だというふうに思うのですが、このパーセンテージ見る限りではまああまり伸びてないし、逆にこのパーセンテージで何の何に対する割合なのかよくわからないんですけれども、同じようにこの教育活動で外部人材を活用したっていうのも1年間で1人だけ活用しても多分これ入ってる答えてるはずです。真に外部の人材を活用していい教育をやってるっていう学校の割合はどれくらいだと思ってらっしゃいますか。今2つ教えてください。ご指摘の通りだと思っております。真にこの学校支援の価値を理解すると、決して、このようなことにはならなかったと思いますが、それ以上に、小さな町等の、経済的な状況は厳しいということも市長からは訴えられています。ただ辞めた市長のうちの一市でございますけれども、実は市内にもそうした、地域的なものでございますけれども、芽生えのある地区を含んでいると。でそこの取り組みが大変発信力があるので、そこを核とした取り組みに切り替えていきたいというようなお返事をいただいております。大変前向きな取り組みかなと思っております。で先ほどの、成果指標ですけれども、23実績が 11.3 ということで大変厳しいなと思っています。これは県民調査ですので、子どもたちに関わっていない方も含めての、全ての県民をこう、対象とした、調査の一部、でございます。でこの積極的にという言葉でございますが、調査そのものにはこの文言では入ってございません。具体的にどのくらいこの活動に参加していますかという聞き方でございます。その中で、一番高いのが月3回以上、次の項目が月1回以上で年何回というふうな、区分けになっておりまして、この積極的っていうのが一体どこを指すのかということで、私どもは月とにかく1回以上、毎月なんか関わる人を目指そうということで目標値に上げたんですが、全県民に対して 20% というハードルがなかなか高くて、私どももう少し、上がっていくように、まだまだ力不足だなというふうに思っております。それから教育活動において外部人材を活用したと答えた学校の割合、これについてもいろいろなところからこの目標値でいいのかというふうにご指摘をいただいております。まずはもう胸を張って 100% と答えられなくてはおかしいだろうということで、あくまで私どもこの目標値を置いておるんですけれども、内容的にはおっしゃるようにちょっと地域人材に関わってもらった、あるいは地域人材といっても PTA の方だったというような取り組みがたくさんございます。私どももちょっとここら辺を学校にもう少し詳しい実態調査を、していかなければいけないなと思っております。私もこうね、やっぱり地域がね、いかに教育に関してね、積極的に関わっていくかどうかっていうのはね、必
要だというふうには強く思うんですけれど、まあ、その仕組みとしてね、まあ、いわゆる、まあ、この学校、支援地域本部とかね、そういう系統のほかにね、コミュニティスクールとか、そういう制度もありますよね。で今そういう制度がまあ少しずつ増えていってる部分があるんですけれど、そこら辺とのこう、ねこうまあ、今の制度との、ね、違いっていうのをちょっと説明していただけないでしょうか。コミュニティスクールについてはまだ静岡県では実践しているところがございません。もちろん県教育としていれば市長に対し発信をしておりますし、来年度から取り組み始めるというところも、聞いております。コミュニティスクールが、まあ、学校経営に関わる主体者側になるのに対し、私どもこの事業につきましてはあくまでも地域に軸足を置いて、先ほど の討論の中で小学校が地域の拠点になるというのお言葉がありましたけれども、まさにそうした方向性を目指して取り組んでおります。はい、でもそれだったらね、コミュニティ、まあ、その学校の課題をね、まあ、その地域の人たちとかがね、みんなでね、こう、まあ、こう話し合うっていうんですか、まあ、コミュニティスクールの学校運営協議会の方が、より地域のね、問題に関して積極的になってくると思うんですよね。まあ、例えばね、こう、まあ、1人の地域コーディネーターが結ぶっていう形だとね、その1人のコーディネーターの、まあ、こうネットワークしかね、うまく使えないかもしれないけれど、やっぱ 運営協議会っていう形でね、こうその地域の人たちがね、複数の人で話し合って、まあ、どんな課題があって、どんな協力ができるのかどうかっていうのをね、まあ、話し合った方が、より積極的な、ねまあ、参加になるんではないかなっていうふうに、まあ、私は単純に思うんですよね。でそういうような取り組みが、まあ、その静岡県で、全部で私がもう、あれこう数百のレベルでなってるんですよね、コミュニティスクールって。そのために静岡県はね、まだ現段階ではね、まだ一個もない。それでね、まあ、言葉を変えれば、言葉は悪いかもしれないけど、その地域コーディネーターはね、学校に関してね、あだこうだ言わないと、まあこうね、そのね、まあ、学校に対してはこう便利屋さんっていうんですかに、まあこうね、こうなってくれる部分もあるかもしれないから、まあ、こうそこら辺はね、まあ、こう導入はね進んでるんだけど、学校勉強委員会だとね、まあ、こうその地域の人がね、学校に対して意見を言うから、まあ、導入は進まないんだっていう意見もあると私はこう聞いてるんですけれど、まあ、こうその地域のね、まあその参加をね本気になって、ね、まあ、こう望むようなシステムを作ろうとしてらっしゃるんですか。もちろん目指しております。実際にコミュニティスクールにつきましては市長の考えもございますので、県としては市長に情報を流し、そして、個別に声かけ等もさせていただいております。でこの事業から見た学校に対する関わりでございますけれども、おっしゃるようにコーディネーターが一人ただ仲立ちをしているところが実際には数多いと思います。ただ大変事業が進んでおったり、あるいはその訴状ができているところというのは一人のコーディネーターだけではなく、実はその下にいくつもの組織があり、それを束ねた形になっている姿が見えてきます。そうした方々のご意見というのは当然学校は拾うべきで、そのために学校支援の中に協議会が位置づけられているというふうに私どもも受け止めております。したがって望ましい実践をしている学校の事例というのを私どもも発信しているんですけれども、なかなか全ての学校にそれが行き渡っているかとお聞きになればまだですとお答えさせていただきます。まあ、私もね、こうホームページとかで、ね、いろいろね、こういい取り組みとかはね、まあ、見させてもらいましたけど、まあ、仕組み的にね、まあ、どうやったらね、まあ、こうその地域の人々がね、まあ、こう参加できる仕組みができるかどうかというのを、まあ、検討してください。はい、これ良い取り組みを紹介したり公表しているだけではダメだと思うんですね。さっきも言いましたけど、横展開したのはなぜかっていうと、自分のところで良い取り組みをしなきゃいけないっていうプレッシャーがないからなんですよね。学校というのは非常に閉鎖されていて、大事なことは保護者の方とか地域の方からもっと学校にこういうふうに期待するんだと、モンスターなんとかなんていう話があるけれど、実際はモンスターでない適切な地元の保護者や地域の方の期待というものをきちんと学校は受け止めるということが必要だと思うんですけど、残念ながらそれがこの国では働いてないんじゃないでしょうか。
常に感じるのは、私は学校というのは教員によって経営されていて、教員の方も過剰防衛みたいになっていて、多分コミュニティスクールも前、昔やってみたら大変な有力者みたいなおじさんが入ってきて、好き勝手に学校を書きましたみたいな悪い事例があって、怯えてしまったっていうのが実態だったとも聞いてます。だけど、きちんとした人に入ってもらって、学校の経営を、運営をきちんと見てもらうってことは、本当は大事なことだし、地域の住民にとったってそれを期待してると思うんですよね。だけど、そのことが多分、先生の方にも臆病になっているところがある。そして、地域の方も実はそんなに知らないっていうことがあるんじゃないでしょうか。こういうのに関わってみないと、コミュニティスクールっていうさっきの運営協議会に外の人が入って学校経営やってた話は知らない人がすごく多いし、地域支援本部っていうこういう形で地元の人がもっと学校に入っていくっていうやり方があるっていうことも、教育に関心があったり、藤原和弘さんの和田中学とかそういう話をお聞きになった方はそういうのあるんだと思うけど、そうでないと学校っていうのは先生がいらっしゃって、変なことを言ったら自分の子供がもしかしたら悪い点つけられるんじゃないかしらみたいなことを怯えたりしながらやんなきゃいけないっていうのは、そういう側面もあるわけですよね。でもそうじゃなくって、保護者と教員が手に手を取り合ってやらないと教育もできないっていう時代に入ってるからこそ、多分教員は疲れてるって話をしてるはずですよね。その答えが教員を増やすなんていうバカげた提案ではなくって、もっと地域と一緒になって学校を良くしていこうよっていう、こういう関係を作るってことはすごく大事だと思うんですけれども、多分いい事例を見せてるだけじゃ変わんないと思うんですよ。もう少し、なんていうかな、例えば校長先生の人事効果の中に、やっぱり地域とどれくらい連携をしてますかみたいなのを入れてみて聞いてみるとか、もうそういうのでもやらない限り、多分積極的に動こうとする誘因が働かないんじゃないかとまで私は思ってしまいます。だから教育委員会の方で本当にこれをやることが必要だと思ってらっしゃるなら、アメも厳しい話も両方投げて本当に学校変えていこうよという姿勢を見せてもらえると、多分保護者の方なんかもそれを感じて自分も参加したい、あるいは教育委員会もよくやってるなっていう声が出てくると思うんだけれども、そこまでいかないで寸止めみたいなことだけやってると、多分何年経っても 11% は 11% なんじゃないですか。その覚悟みたいなのを多分さっき聞きたいというお話があったけども、まさにそれを期待してるし、多分ここにも保護者の方いらっしゃると思うんですけど、そういうふうに学校は変わってもらいたいなって思ってるんじゃないでしょうか。回答を求められているのかどうなのか分からないですけれども、試験でございますけれども、結局こうした事業をしても受け止め次第というところは本当にその通りだと思っております。例えば学校支援についてもいろいろな実践校にお邪魔して話を聞きます。そうすると、例えば先ほど多かった図書館の整備ということ一つとりましても、その活動が終わった後にその方々を校長室に招き入れて、どうでしたとか、あるいは子どもたちの様子をどう感じましたかというふうにお聞きになっている校長先生、校長がおります。そうしたことが本当にこの支援、地域本部事業のメリットになっていくというふうに思っていますので、まあ、形だけの実施数を増やすんではなくて、本当にその意味を校長会等にも広めているつもりでおるんですが、なかなかお金の関係にも阻まれておるところでございます。本件の一番大事なところはお金じゃないと私は思っています。お金は多くの場合はコーディネーターの経費ということになってて、でもそのコーディネーターさんも月額で見たら本当にわずかなお金ですよね。だから本当にボランティアで地域が好きで、あるいは若干いろんなところに顔を出すぐらいの、おせっかいとは言わないけど、それぐらいの積極性があるような方を見つけられるかどうか。でもそれを見つけるのはやっぱり校長なり何なりとあれだし、あるいは地元の人に聞いてもいいんですよね。だからそういうお金でないところができてくるかどうか、それから地域の方がボランティアで来るときに借金を出せなんて話になってるわけでもないと思うんですよ。芝生を張るために芝生を買うお金がいるとかって話は聞いたりするけれども、それだってもう極端なことを言えば共助の世界で、自分たちの校庭に芝生を張りたいねって思ったら、一人例えば1000円ずつ出してみて、いくらか集まってここずつやっていくとか、いろんなやり方があるじゃないですか。だけどそういうメニューが示されないから、
多分保護者の方たちは動きようがない。ボランティアをやるリストを作ります。皆さん学校のために何かちょっとやってほしい、やりたいなって気持ちがあったら名前だけ書いておいてください。どんなことができるか書いてくださいって集めてる学校ってどれだけありますか。そういうことやってもらった時に、自分の子供が通ってる学校だったら何かあったらちょっとやってあげたいなって親御さんはいっぱいいると思いますよ。でもそういう機会がないから、自分から出かけていってやるかっていうと、あなただったら PTA の役になりますかとか余計なこと言われちゃって、それは勘弁みたいになっちゃうから行かない。だから学校に親が立ち寄らない学校って最低ですよね。親がもっとどんどんズケズケ入っていくから、先生鬱陶しいのかと思ったら、でも先生のことよく見てて理解してくれる親も絶対増えますから、そうすれば何かあった時だって先生をかばってくれる親御さんなんて出てくるわけだから、本当は学校の先生にも校長にもみんなにとってこの地域のサポートっていうのはいいことなはずなのに、そうなるのかどうか若干リスクがあると思っちゃうと動いてない。あるいはいいとさっきおっしゃった話も頭で理解できてるかできてないかで動いてない。すごくもったいないじゃないですか。そこは私はお金がないんですって言ってる市長がいたとしたら、これはきっと教育を全然理解してないんだと思いますよ。福祉に対してお金を配るということは積極的でも、教育に対してお金を配ることに消極的な市長さんを本当に県民の皆さんはサポートするんですか。教育に対して熱心というのは教員の数を増やすということじゃ全くありません。平成になってから子どもの数は3分の1減ったのに教員の数はほとんど変わってない。じゃあ教育良くなったかったら、教育多分実感として良くなったとは誰も思ってませんよね。だって大事なことは学校の先生はもちろん核にあっていただきたいが、それだけではない。周りのサポートと一緒になってどういう教育をこの地元はやるかということをみんなが共有しないといけないわけで、そのためにこの地域支援本部っていうのはきっと役に立つ種だと思うんですが、それがお金がないってあまりにも悲しいですよね。だからもっと例えば県民の人にこういうのがあるんだよってことを知ってもらう、そして校長になんでうちは支援本部作らないのって例えば言う声を上げるっていうのでもいいじゃないですか。そういうところからやっていかないと、お金がないからそうですよね終わりとか、皆さんやってください通り一遍で言っときました、では多分変わらない。だから私は変えるためにはお金以外のことが大きいし、でも変わった時にはお金はついてくるはずですよ。だって住民の皆さんがそれやってくれって言ってて、若干お金がいる、自分たちの寄付で集めようと思ったけど限界があったみたいな時に市役所に頼んでみたら、いや教育に金は出せないよねって言った時に、この市長さんにやっぱり次も期待したいよねって話にはならないはずですよね。その構造をどれだけみんなが理解できるか。だから教育は大事だって人結構いるんですけど、大事の中身についてそういうような話っていうのが言われてないっていうことが、あるいは言えないっていうことが、その環境を変えていけばお金ではないんじゃないかと、これ個人的な意見ですが、それともう一つ視点といたしまして、藤井さんはちょっと厳しめのね北風系のこう対策を打てみたいな話もありましたけど、もう一つこの先ほども私学校は地域コミュニティの拠点となるべきだというようなお話を申し上げましたんですけど、その一つに昨今このいじめのね、学校内で起こるいじめの問題がいろいろクローズアップされてます、されてるんですけど、子どもたちが一定の数が集まれば当然小競り合いも起こるだろうし、自己主張の上で喧嘩も起こるだろう、これは自然発生的に起こるんだろうと思うんですけど、ところが、いわゆるいじめまで進むということを、それをですね、ある程度この抑えるというか抑制するためには、やはり地域の大人の目が必要だっていう、こういう考えがやっぱり出てきていて、その時に学校内をその地域コミュニティの拠点にして、大人たち、地域の大人が学校内にいることが、そういうですね、こと、いじめとかの抑制につながるんじゃないかと、こういう視点から発想からいけば、やっぱりこの協議会というか地域の皆さんが学校に入っていって、学校で、何を仕事をしなくてもいいと思うんですよ。学校にブラッといるっていう、こういう活動をやっぱり進める必要は私はあると思うんですね。その中でこの、地域ボランティアとコーディネーターっていう、こういう役割の方をね、例えば具体的に
どういう人たちが、さっき理事長さんにもちょっと触れられましたけど、どういう人たちにこの役目を担ってほしいと期待されたのか、さっきあの児童クラブの話で出たんですけど、保護者の皆さんはだって子どもたちが学校に行ってる時間は児童クラブに預けなきゃいけないくらい時間がない状況になってるわけじゃないですか。そうすると昔の PTA、 保護者が昼間学校に来てもらうということはあまり期待ができないのかなと思うと、誰をその地域ボランティアとしてね、協力してもらう想定なのか、そこをちょっと教えていただきます。なかなかあの想定と実際があの違うのはあの申し訳ないんですけども、想定といたしましてはやはり人脈のある方っていうのはあのすぐ自治会長さんとかそういうお役になってしまうんですけれども、あの実際にこうフットワークの軽い方ってどこの自治会にもいらっしゃるんですね。あのその養殖についているついてないは別として、あの一声困ったよーっていう声でパッと人が集まる人材ってどこの地域にもいらっしゃって、それがあの どういう方というのは多分地域によって異なっていると思います。それから そこの層の方があの第一でございます。それから第2には今あの PTA のお話が出ましたけれども、 PTA の OB というのは大変力になるなと思っております。あの学校の内情も、まあ、あの PTA の活動を通して、理解は進んでおりますし、またお子さんが卒業したということで客観的なメモを同時にお持ちになる、そういう方で実は組織されて後々も OB の会員のようにして、その中で、地域 そのボランティアをやってる方ですとか、それからコーディネーターをやって、大変力を発揮していらっしゃる事例もございます。そうした人のつながりに、まあ、力をお持ちの方というふうに思っています。あの PTA の OB って非常にいい発想だと思うんですね。そもそもその学校に学校教育に学校を良くしようっていうですね、お気持ちがあるから PTA にご協力をいただいたんでしょうから、そういう意味では PTA の OB っていうのもいい発想なのかなというふうに思います。それからもう一つ、これ私はこれ個人的な考えなんですけど、その、保護者の世代の方たちが仕事でお忙しい、そうすると一定程度の年齢を召したね PTA の OB とか地域の、まあ、高齢者っていう、まあ、こういうことになるんでしょうけど、もう一つ若年層っていいますかね、学校の OB 大学生とか若いお兄ちゃんお姉ちゃんを、学校の中に入ってきてもらうと、後輩の様子を見に来てもらうって、これも、ね、あの私はあの一つ発想としてあるんじゃないかと思うんですが、特にそのいじめの問題とかについて言えば、大人では高齢者でわからないことも、もしかしたら世代が近い、お兄ちゃんたちだったらわかるかもわからないので、ぜひあの大学生の活用というのもですね、視野に入れていただければと思います。これは意見です。はい、いやそこに大学生の人いるらしいですから、今みたいにどうか聞いてみたらどうだと。あの大学生どなたか、例えば出身の出身とは言わない近くの学校の小学校に時間があるときに、子どもたちの様子を見に行ったりとか、そういう協力はどうですかって声かけられたらいかがですか。いや率直に素直にあの優等生ぶって僕は絶対行きますなんかやらないで、素直に本心を、はい。そうですね、私は結構小学校もなくなってしまったんですけど、中学校の方に結構思い入れがあるので、そういうお声がかかればぜひそういうところに参加したいなっていうふうに思って、多分参加させていただくと思います。そうですね、私の小学校は800人ぐらい全校でいて、すごい大きい学校だったんで、多分先生とか担任一人じゃ多分目が行き届かないところがあるのかなっていうのを今から考えると思っていて、そう思うとなんか自分とかだとなんか弟とかもいるんで、なんか学校に何あったって聞くとちょっと嫌なこともあったりっていうのもあるんで、なんか大学生とかが行った方が分かるかなっていうのは思います。もう一人、
お声がかかれば行きたいなっていう気持ちはあります。おおむねこの前向きなご回答のようです。あの県民評価者の皆さん、あの評価シートにまずご記入を、いただきたいと思います。それでここで、学校の話ですから、地域の話として、県民の視点として評価者の皆さんからご質問とかいただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。私もあの小学生の息子がおりまして、今地域では見守り隊のおじさんたちですとか、私もやってたんですけど、子ども会 PTA じゃなくて子ども会ですね、子ども会の利用が非常に何て言うか使われ方が少ないなっていう、どうも PTA があの主に学校のことやりますけども、本当は子ども会っていう組織がシコ連ですね、シコ連とか健康連ってありますけども、ちょっと私歴史は分かんないですけど、なんかしがらみとかあってお付き合いがないのかなと思ったんですけど、もうちょっと学校と学校がしこれ、あ、しこれじゃない、子ども会に対してあのそういうような使い方をすればね、あの、まあ、PTA と一緒で全くお金が発生しないのもあるので、でやっぱりそういう役員やる方はすごい、そういうのを学校行くのとか好きな方が集まってるのはもう皆さん重々ご承知だと思うので、あの見守り隊もそうだし、今言われた OB とか OG もそうだし、子ども会の役員やってるあの親御さんもそうだし、あとしこ連なんかはあの子ども会の役員をやった OB の方が大体しこ連の役員やってますね。ああいう方も使われればあの喜んで動くと思うので、そういう使い方をしてコストを削減して地域が盛り上がっていけば最高だなと私は思うので、ぜひそのように取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょう。はい、どうぞ。私も若い頃子どもの参加会行って、先生から何か意見ありますかと言われて、まあ早い話言いたかったんだけど、まあ1回目だからと思って遠慮しておりました。私の場合は、まあ、県庁の方々も、まあ、優等生、先生も優等生ですから、ですから劣等生の考えというのは多分分からないと思いますね。私はたまたま小学校時代は先生から見ると劣等生の部位であったので、その人たちのものの考え方、先生に対する考え方というのは、まあ、私自身体験しておりますので、まあそういう場で意見が求められたら言おうかなと思っておりました。それで、その今言われた一番向こうの方が言われたように、やっぱり参加するように、促して、まあ、1ヶ月1回、まあ、そういう機会を持っていただければ、まあ、私のような人がかなりいるんではないかと思っております。だからそうしてした方がいいと、特に子どもにとっても、まあ、親とか大学生もまあ同じような立場だと思います。それから付け加えますと、モンスターという言葉がちょっとありますが、先生方どうも困っているようですが、これはですね、あの来たらそのような人たちと相談してですね、この相談した結果こういうことでありますと、先生が対応するのは無理です。これはあの多分先生は優等生ですから、言われたらちょばっとしちゃいますから、だからこの府警が集まったところでこう決まりましたと言えば、先生方誰も責任取らなくて済んで、モンスターも何も言わなくなるんじゃないかと私常にそう思っています。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。あの、まあ、意見ではないですけど、ちょっとあの地域からですね、子どものところに、まあ、行って、まあ、いろんな話をすると、ものすごく輝いた目をするでしょう。例えばあの、アマゾン川をアリさんが2キロぐらいの川幅を渡ると、それで、どの渡り方をするかということで、魚に食べられないように全員で丸くなって、それで回転しながら、まあ、アマゾン川を渡ると、それで回転することによって水面下の半分の方は息を止めてて、それで上の方が、まあ、息をしているということで、
お互いに協力してそれを改善して渡っていくと、そういう話をちょっとしたらものすごく生き生きして聞いてくれたっていう覚えがありましたけど、ですからそういったことは基礎学力も大切でしょうけど、そういった何か面白いお話っていうものもやっぱり地域の人が参加してやったらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。専門員の皆様、続けて、コメント、ご意見等いただければと思います。はい、どうぞ。放課後子ども教室はやっぱり週末だけじゃまずいんじゃないですかね。もともとの狙いは放課後の居場所で始まっているわけですし、体験学習みたいな話だとするならば、それは地域本部で実はできる話になりますから、補助金が2本立てになってて両方もらってて週末だけで 0.9 日ってなったら、これはちょっとまずいというふうに思います。逆に言えばやっぱりさっきの学童の時に議論に、まあ、逆に教育委員会の方が裏にいらっしゃるんだったらこっち来ていただいて一緒に議論した方がよかったかなって思ったんですが、そのいわゆるこの放課後子ども教室ってものを放課後の子どもの教室という形の本当の形にするには何が欠けているのか、どこをどういうふうにすればもっとそういう形のものができるのか、それとも静岡県ではそういうものは不要なのか、今この 0.9 日っていうのは、まあできる範囲でそういうことをやっているものがあるというので拾って補助金をもらえるかもしれないけど、いわゆる本当の意味での放課後子ども教室っていうのを静岡に作る必要があるのか、あるんだとしたら何が欠けてて今それができてないのか、この2つ教えてください。今回こうした資料を作らせていただいて改めて、あ、静岡型っていうのはまさに体験型なんだなというのを改めて思ったところです。19年度から学習支援ということが言われるようになりまして、私どもそうした取り組みを市長には広報しております。で、実は補助金申請に対してどうしても学習支援の方が日数的に大きくなりますので、そうした時にも、これを広めたいという思いがございますので、そのまま実施してくださいというような、やり取りをさせていただいておるんですけれども、ただなかなか広がってこないのは自然が豊かなので体験活動の方に目が行くのかなというふうには思っておるんですけれども、体験活動に目が行くというのは放課後は学校に残る子どもが少ないというそういう意味ですか。その自然の豊かな自然を活用して体験学習を 0.9 日やることに目が行くということをおっしゃっているんでしょうか。どちらかというと大人のサポートする大人の側が目が行っているのが体験活動ということかなと思います。考えてみますと私ども子どもたちが何をしたいと望んでいるのかということには全くこれまで調査もかけてきませんでした。今回ご議論いただいてちょっとお答えをしながらそういうことも調査していきたいなというふうに思っております。はい、はい、あと昔に比べてね、明らかにね、子ども同士で遊ぶ機会が少ないとかね、あと少子化が進んでいる部分があるから、コミュニケーション能力が低下しているってことは、一般的に言われていると思うし、それは実際そうだと思うんですよね。で、そういうのに対する対応を何とかしなければ、本当に子どもたちが大人になったときに、すごく困るだろうっていう形のことは言われ始めていると思うんですよね。そういう課題意識を、地域の人とね、学校でもって、で、どういうことができるかどうかっていうのをやっぱ考えて、だと思うんですよ。その学校の自分がこう授業時間、昔は学校が授業終わったらみんなで外でこう遊んだわけですよね。で、そういうのが今はなくなってしまったと。で、それがどのようなマイナスがこう起こっていて、それでどのようなことができるかどうかっていうのを、みんなで話し合ってほしいと思います。で、その中の一助に、その放課後子ども教室みたいなね、制度をうまく組み込まなきゃね、それ以外でね、例えばこう家家族がね、こう遊びに連れていくと言ってもね、それはもうこうね、こうコミュニケーション、親とのコミュニケーションじゃなくてはね、これは親がね、こう合わせてくれるわけですよね。
特にこう子ども同士の、ね、こう間の取り組みこう、ね、関わりというのが、まあ、必要だと思うし、それが今、圧倒的に不足しているという部分があると思いますので、そこら辺の部分でご検討を、まあ、いただきたいと思います。防空子ども教室 の、 体験の内容を見ますと、私が子どもを育てていた頃は、この交流とか体験は子ども会がそれを担っていたと記憶してるんですね。で、今の子ども会がどういう活動しているか私も把握をしていませんけれども、多分これらが機能していないからこういう形で現れてきたんじゃないかなっていう推察はいたします。それで子どもにとってももちろんいいことですし、それでこれもサポートするのが多分シニア世代だと思うんですね。そうしますと、そのシニア世代の方にとっても居場所と出番がここにあるっていう、その両方の観点からはもちろん日数的には活動がもう少ないんですけれども、これはこれでもう目をつぶりたいと思いますけれども、一つ伺いたいのは、この子ども放課後子ども教室と学校支援地域本部がある学校とない学校のその、ね、地域間格差ね、学校間格差っていうんですか、子ども間格差っていうんですか、それはどのように把握していらっしゃいますか。すいません、統計的なものというのはなかなか難しいなと思っております。私ども毎年すべての市長に、市長訪問をさせていただいたときに、市長の行政担当者と、話をさせていただきます。そうしたときに、なるべく具体を出して、お答えいただく中で、その取り組んでいただいている学校の、効果と申しますか、伸びをお聞きしておるところでございます。そうしますとね、これは私藤枝市でいただいてきた地域保護事業の実施報告もですね、でこれは県の方には差し上げてるんですかって伺ったところ、出してはいませんっていうお答えでした。 ですのでやはりいずれにしてもどういう事業をやったかっていうのはやはり把握をする、ね、必要があるのではないかなっていうふうに思いました。はい、よろしいでしょうか。それでは、専門医の皆様の、評価をいただきたいというふうに思います。選択肢は3つ、県の関与が不要という選択と、それから必要、県の関与が必要な場合には見直すべき、あるいは現行を拡充すべきという、この3つの選択です。ちょっと性質としては地域本部と、子ども教室と若干、違うのかもわからないですけども、ここは、合わせてまとめてご判断をいただくということで、お願いしたいと思います。挙手により、ご判断をいただきます。学校家庭地域の連携による、教育支援活動促進事業につきまして、県の関与が不要とご判断の方挙手。はい、1名。県の関与は必要、ただし見直しが必要とお考え。1名。県の関与が必要、現行通りまたは拡充すべきとお考え。見直し拡充。ここは同数ですので、どっちか明確にちょっと言っていただいて。見直し縮小って書かれると、我々は見るわけにはならない。そうすると拡充ということでいいですか。拡充も今のままで拡充って多分ダメだろうと思うので、はい、難しいですね。難しいですね。ただ縮小には絶対したくないんですが、拡充してください。はい、分かりました。それでは現行拡充が2名ということで、専門員の方の判断は、現行通り、拡充という。ちょっとじゃあ先にコメントをいただきましょうか。それでは藤代さん、どこを見直してどう拡充するか。もういろいろ演説しましたので、これ以上言うことはないんですが、大事なことは学校はやっぱり子どものためにあるんだと私は思っています。教員の皆さんも PTA の皆さんも地域の皆さんも本当はそう思ってらっしゃるはずだと思います。でも結構そうではない、ニョロニョロした余計なものがいろいろあって、その結果そこの方向に皆さんが一直線に向くような形になってないんじゃないかというふうにも感じています。
ですからそのためにもこの事業っていうのはその核を作る、地域の核を作るための重要な種だと思ってますので、ぜひ教育委員会の皆さんはそれが広まっていくような形の努力を今以上にさらにしていただきたいというのが私の見直しというものの意味です。なお放課後子ども教室は群馬県のこれはやっぱり地域本部の一部でしかないように私には見えます。特に子ども会の方がやってらっしゃるというのは、私は本当は子ども会の方がやるっていうのが地域本部なんですよ。そういうボランティア集団がいろいろある中で、これは子ども会がお願いしようとかっていうことで全然構わないわけですから、そうすると放課後子ども教室は静岡にはあまりないのかなっていうのが私の印象です。ですね、またおかしなになったかもしれないんですけど、私自身の感覚でいうと、うちのところは若草会、そこで自治会まで入って、まあ、サポートで、学校の事情というのは当時あれっていうのがうちの、で、うまくいってる時はあるから来てほしくないっていうのが学校の事情である。で、あれってくると今地域の人来てるとこういう風な形の、私自身ちょうど荒れた時に頼まれましたって恩師がですね、校長先生に言って総書面なんていうのが十分で柔道を見まして、真っ先にそういう何ていうか問題のある子どもたちに入ってきました。で結構ですね、成果上がりまして、いい選手も出たし、学校も収まって学問も向上したということがあります。でこの今ここを挙げてですね、非常に今引っかかるのは、私はもう無料でやって月水金土日も入ったんですよね。一番つながったのは、私酒好きなもんだから反射でやれないんですよ、同時に話でということでね、その苦しいのを今でも思い出しますけれども、この問題があるのはこの補助の部分、お金がいるとしたらここのところが非常に問題なのかなと思います。ただ私担当した時には、その若草会というし、それは今から生まれ出していくということで、大きな形でそれをサポートしているということになりました。で、あんまりこれが進んでいっちゃうとですね、多分先生と児童が余計有利してるんじゃないかと、うまくやらないとっていうのはですね、そういう、サッカーにしろや、野球にしろ、例えば今私の担当した柔道にしろ、そっちだけは先生に、その先生に教わって、学問は塾行ってという形で、先生が本当に見なければいけないクラブを今は放棄してますよね。責任もそれ嫌だからって、あるいは事故が、特に柔道とか事故が起きちゃいけないからということで、やっていくとですね、これもうずっと今日お話ししてきたところでつながるわけですけど、リスクを犯さないと教育できないという、私のもう、そう、声や言うのも苦しいんですけれども、だってそれやらないと人間できていかないと思うんだけどね、安心安全そんなに追求していいのかと。もう一度言わせていただきます。以上です。地域の人のご協力を得るっていうのは絶対必要なことだと思うんですけれど、短期的には学校の先生にとってはね、その地域の人のね、相手をしなきゃいけないっていうね、相手するって言っちゃうと言葉悪いかもしれませんけど、そんな部分があるから仕事量は明らかに増えると思うんですよね。だからそこら辺のところを担保するような何らかのね、行政的な仕組みをした上で、どんどん進めていってほしいと思います。それでこれをね、進めなければね、本当にね、10年後とかね、20年後に痛みになると思いますので、ぜひともそれはご検討いただきたいと思います。シニア世代は今まで消費者として位置づけられていましたけれども、現在ではやはり労働力としてシフトされていると思います。したがって掛川市の西山口地区っていうところの活動はもうご存知だろうと思いますけれども、私8月に社協の方の視察研修をさせていただきました。そこは本当にフリーのボランティアっていう形で60名ほど確保しているそうです。それで全くこの学校支援とあれと同じ中身を見ますとね、花壇の整理、図書の整理、それから学校のこう細かなところっていう、もうそういう活動をやっぱ自主的にやってらっしゃいますのでね、ぜひそちらの方もね、参考にしていただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。この授業は文科省でいうと、障害学習特で、
こちらでいう社会教育課ですが、本来は諸中局というか、その教育をやっている側の方でこの重要さをもっと理解してもらわなきゃいけないと思います。その点でこちらの教育委員会で社会教育の方で今ご担当されているわけですが、向こうとの連携は本当によく取っていただかないと、いくらこっちで頑張ってもあっちが本丸みたいなところがきっとあるでしょうから、そこはぜひお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、県民評価者の皆様の、判定が集計できましたのでご報告を申し上げます。合計31人の方の、によるご判断でございます。県の関与が不要というご判断が3人、県の関与が必要という方が28人、うち見直しが必要という方が19人、現行及び拡充すべきという方が9人という、こういうことでございます。コメント欄を拝見をしますと、やはり、地域との、現在の教育という言い方もおかしいかと思いますけど、教育には、地域との協力というのはやはり、理想形に近づくんだろうと、地域との協力連携については進めるべきだという、まあ、こういうご意見が多いです。ただ具体的にどう進めるかっていうのはやはりですね、いろんな専門委員の皆さんの議論にもあったように、のいろんなやっぱり見方、考え方があるんだと思います。それぞれ皆さんが、ご自分の体験の中で、得てきた感覚がやっぱり相当にいろんな、考え方があるような、そういうコメントをいただいております。それから、子ども教室につきましてはやはりもう少しこの開催を増やして、児童クラブとの合体を一方一体化を進めるべきだという、こういうご意見が多いように感じます。はい、それで私自身ちょっと個人的な考えかもわからないですけど、私自身も子ども会の役員をやったり、 PTA の役員をやったり、また行政マンとして子ども関係の事業に携わったりとかいう、そういう経験がありますけど、学校に地域の皆さんに入って協力してくれっていうお願いをすると、やはり地域の方はやっぱりちょっと構えるところ結構あると思うんですよね。相当に負担があるんじゃないか、負担が生じるんではないかっていう考え方と、それから私は地域の方によくお話したんですけど、子どもはお客さんじゃないんで、楽しませて、わざわざいっぱい準備して毎日毎日楽しませてやる必要はなくて、まず子ども同士が集まって、同世代や異世代のみんなと一緒に、とにかくみんなで自分で遊んでごらんと、自分の居場所作りを作ってあげれば、それで、放課後子ども教室は第一段階はまずはクリアできるんではないかなと。それを毎日毎日いろんなメニューを作って、お客さんも楽しませるように楽しませてあげようとすると負担がすごくかかりますけど、まず居場所を作って見守ってあげるっていうところから入れば、そんなに負担にはならないのかなというふうに思います。それが子どもと触れ合うのがきっかけで、地域の皆さんが学校の中に入ってくれれば、地域子ども放課後子ども教室がきっかけで、その地域本部がの、ボランティアに協力いただけるというような、こんなことも起こると思いますので、そういう意味でもぜひ放課後子ども教室の拡大というか、放課後子ども教室を本格的に取り組んでいただければというふうに思います。さまざまなコメントはこの判定シートにも書いていただいてますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは以上をもちまして、学校家庭地域の連携による、教育支援活動促進事業についての作業、終了といたします。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の、作業終了でございます。この後閉会式につきましては、事務局から連絡があると思いますのでお待ちいただきたいと思います。